こんにちは。こんにちは。こんにちは。アドバンファミリーです。はい、ということで、今回はね、1万円企画ということで、家族4人1万円で、キャンプ道具、それぞれ好きなものを買いました。家族4人で1万円なので、2500円かな、1人。うん、まあ、1人1人個性的なアイテムを、入手してきましたので、ご紹介したいと思います。それでは誰が行く？じゃんけんで行くか。じゃんけんで行くか。うん、行こうか。勝った人から紹介していくという、うん、そう。はい、うん。何で行く？チッケッタで行こうか。え？何それ？チッケッタ。何それチッケッタ？いや、俺なんか子供の頃チッケッタだから。え、何それチッケッタって？いや、じゃんけん、うんうん、じゃんけんポンって言わない。え、チッケッパでやるの？いや、チッケッパじゃなくてチッケッタ。失礼しました。チッケッタですよね。知らないから。俺子供の頃はチッケッタだから、チッケッタで行こうか、たまには。オッケー。うん。ゆかりんこれなんだ？ママもこれ。俺これ。オッケー。せーの。チッケッタ。イエーイ。全員がチョキかよ。いくよ、もう一回。マジかよ、もう一回じゃな。じゃあいきまーす、はい、せーの。チッケッタ。うわやっぱこれ強えわ。やっぱりこれ強えわ。何皮これ、え、皮を見るの？教えない、うん、教えられない。これだけは教えられない、申し訳ないけど。いくら自分のね、妻であっても夫婦であってもこれは教えられないものありますよね。これは教えられない。うん、じゃあこの3人からいくよ。せーの、チケット。また全員ちょっとやってよ。せーの、チケット。あーよー、チケット、チケット、チケット。イエーイ。ということで、パパ、ゆーちゅん、ゆかりん、ママの順番でいこうかな。あ、そうか。じゃあパパ1番か。うん、よし、いきます。はい、それではパパさんの買ってきたアイテムはこちら、トランギアビリーコヘルです。早速開けていこうか。うん、はい、解説していきます。おお、ピカピカだ。ピカピカだけど傷多い。結構傷だらけです。まあいいやね、うん、アウトドアで使うからまあいいです。なんかこれ中もちょっと白っぽく、使った。なんか使った後っぽくなってるけど。やっぱりね、海外メーカーだからアバウトなところあります、うん、で、なんでこれが良かったかっていうと、まず形が、シンプル、で、パパさんユニフレームっていうメーカー好きなんですけれども、まあ、それにはないですね、なんだろう、このワイルドさ、ワイルド、シンプル、そして飾らないというか、パパの印象ではユニフレームってなんか質実剛健みたいな感じなんですけれども、もっとこの柔らかい感じというか、遊び心があるというか、シンプルイズベストというような感じの印象を受けて、今回はトランギアのこのコヘル買ってみました。容量の方がね、1リッターのお水が入るという形になっております。まあ煮たりとかね、あとなんだ、蒸したりとかもできるのかな。下にこう網とか引いたりすれば蒸したりもできるし、まあ炊飯ちょっと蓋が軽いから、多分なんかお餅を乗せたりして、お米を炊いたりとか炊飯とかにも使えるんじゃないかなと思ってます。まあ主に何、ソロとか、ディオ、ママさんと夫婦キャンプ、ソロなのがいいのかな、まあソロか2人ぐらいで、キャンプで使えたらなと思って買いました。ここのね、径が大きいんですよ。なんで、インスタントラーメンとかもポンってそのまま入るかなと思って、そういう大きさもいいかなと思って買いました。それとあとね、このツルがついてるんですよ。このツルの部分がついてるんで段差がある。で、ここのところにちょうどね、こうフックがかかりやすくなってるんですよね。だから何が言いたいかっていうと、パパさんね、ちっちゃいトライポット持ってる、トライポットにこれをぶら下げて、調理をしたりとかするのに、まあ最適なんじゃないかなと、いいね、思って今回買いました。でね、アルミ製なんですごく軽い、軽くて、この買ったポイントとしてはこのツルがある、で、このシンプルな形、これがちょっとね、今回気に入って買いました。なかなかね、このね、ツルがついてる部分がね、ないのが多いんですよ。多いね、確かに。そう。で、こう、ツルがついてて、この、へこみの部分でこう、引っ掛けられる。というのが最大のポイント、購入ポイントでありました。これ、ソロで使うのがちょっと楽しみですね。一番最初は、シンプルにトライポットにぶら下げて、インスタントラーメンとか、そう、いいですね、作ってみたいと思います。なんかパパの話聞いたら、ゆかりもそれ欲しくなってきた。どうシンプルでよくない？いい、使っていくうちに味の色が出そうだよね。お値段が2640円。2640円です、ごめんなさい、ちょっとオーバーしました。2640円。そんな感じでございます。はい、お次のゆうたの
アイテムはこちら、焚き火缶トライポッドです。イエーイ。あれこれなんかどっかで見覚えが見覚えがある気がする。そうなんだ。これはねパパさんが使ってて、使ってるところ見てて、うわこれ男のロマンじゃんなんだろうね、ほんとちっちゃいのになんか俺も魅力を感じてしまうタイプで、俺も欲しくなって購入したのが第一なんだけれども、一番最初に使いたいなって、まあ、その次に考えたのが、今使ってるファイアボックスっていうネイチャーストーブがあるんですけど、それを使うときに、それで料理するとき2つの五徳付属してると五徳みたいなやつで使うんだけど、それだと温度調節ができないんだよね、うまく温度調節ができなくて、ちょっとお米炊くときに難しかったりして、これを使えば高さ調節できるから、その分、温度調節もうまくできるからいいなと思ってこれを買いました。じゃあ早速ちょっと開けていきましょう、なんて空気を読む息子なんでしょう。これで組み立てる、そこにコッヘルぶら下げる、これはね男のロマンですよ本当に、取扱説明書組み立ての簡単だな、すごい簡単な取扱説明書と、あと、まあ、ちゃんと収納袋が、いいね、いいじゃないだけど、じゃあ組み立ててみる、簡単だよね、そこに入る、2本繋がってるからそのまま、気をつけて気をつけて、先端気をつけて、こんな感じで、いいやつ買ったじゃねえかよ、これ組み立てると、組み立て地に 795mm って書いてありますね、で収納地が 60×390mm って書いてあって、長さがあるからね、ここにファイアボックスを置いて、そうそう使うことができる。でさっきパパがこれが一番ね長い感じ、でこの真ん中の棒をこのロッドを抜いて、これをここの位置につけると要は2段で使える、だからここの3分の1の長さのところで、約3分の1の長さのところで使えると、いうことで、ちょっとコッヘルぶら下げてみますね。パパはねこれにぶら下げたかったどうよ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 、よし完璧であります、2番目をねまず抜く、あれこれじゃねえよ、そうそうするとね、この高さになるのよ、これが1本抜いた高さね、になる。でいうとここ説明してほら、これここどういうふうにするか、これここをね、まあ上下できるとさ、例えばこれぶら下げるんじゃないですか、でここにぶら下げると、こいつついちゃうよね、これこういうことで上に上げて、上に上げて、そうでそのこの部分で刺すと、刺して使うと、ただこれだけ、簡単なんだ、簡単だね、そう、あじゃあここで長さの調節、そう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 、そうすると火力の、火力の調整ができるということですよね、絵がいいね、最高だね、いやキャンプ行きたくなるこれ、本当だね、やばい、はい、それではゆうたくんのお値段の方はこれか、はい、税込みで3190円です。おお、3190円、いやだいぶオーバーしてしまいました、いいよしょうがない、ピッタリピッタリなかなかいかないよね、妥協して500円妥協してさ、まあ企画の中でちょっとずれちゃうけど、でもまあ全体的に大体1枚で収まればいいと、ということで、そしたらじゃあ次はゆかりんかな、はい、はい、ゆかりん購入したのはこちら、じゃーん、ローテーブルでーす、これちょっとわかんないから、もうとりあえず開けちゃうね、テーブル買ったの、そうちっちゃいねテーブルを買ったんですよ、それも見てね、あもうこれにしようみたいな、そんな感じで買いました、これテーブル着たの大丈夫だよ、なんでゆかりんがいつもやるときこれちょっと怖いんじゃない怖いじゃーん、じゃーん、袋に入ってる、テーブルが、あこれ組み立て式だからね、それではねちょっと組み立てていきます、こうしてで長さがね足出るかな、足出して、足が2段になってるんだ、そうだから長さが調節できる、そう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 、イエスイエスイエス、ここに引っ掛けるところがあるから、こう引っ掛けると、で逆側も同じくこれで出来上がり、おーいいじゃん、いい感じ、いいね、どう、かわいく
くない？可愛いね。なんか色合いが可愛い。ね、このキな感じでさ、うんうん、おしゃれでしょ。おしゃれな感じ。で高さがこの高さと何？二段階？そう、今この高さなんだけど、もう一つが折り曲げるみたいな。うんうん、そうするとさらに色合いになる。おお、いいね。この感じで。ツーウェイで使います。はい、ということでゆかりんが買ったのはこの感じのテーブルなんだけど、ダーツにね行ったりとか、うんうんうん、あとベランダでやるときにこれぐらいの小さいテーブルってゆかりん持ってなかったんですよ、うんうんうん、だから YouTube に借りたりとかしてやってたんだけど、自分専用のやつやっぱり欲しいなと思って今回ちっちゃいテーブル選びました。でデザインは一目惚れ、もう見た瞬間あこれだこれ欲しいと思ってこれにしました。何いやね、ママさんもすげえ欲しがってた正直、かわいいとかっつって。だからね、こう親子だから似るんだろうね、この何思考そう、ね、が似るんだと思いますよね、ママさんローテーブル持ってるから、だからね、うん、違うやつにしたんですね、今回ね。違うやつにしたんですね。そう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 、いいね、なんかね結構軽いし、素材がね、アルミで、アルミだよねこれね、うん、色合いがすごい可愛い、木目調、この白い感じの木目調、そう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 、アルミなのにこういうのってあんまりないないでしょ、こちらのお値段はですね税込みで2200円でした。あ、2200円、結構お求めやすい価格だったんじゃないでしょうか。予算内に収まりました。パチパチパチ、マイナス300円。それではですね、はい、最後ママさんです。ママさんが購入したのはこちら、はい、ユニフレームのチビパンと、何これ、その蓋、蓋です。その蓋これ可愛いでしょ。これ実はね、一、うん、つ持ってるんですよ。持ってるんだよね、我が家ね。我が家持ってるんですけど、家庭用というか、はい、みんな用で一つだけあるんですよね、はい、あるんですけど、自分用に、うん、自分専用に欲しいなと思って購入しました、うんうんうん、これすごい可愛いんだよね。これのねちょっと話をちょっとさせてもらいたいんだけど、はい、キャンプをね、うん、まだ始める前だったんですよ、うんうんうん、で俺まだ覚えてるんだけど、うん、富士に旅行に行ったんだよ家族で、うんうん、その時に、うん、富士の方の道の駅のところに、うん、モンベルの、お店があった、うん、ああ、あったね、あれ、あそこでね、うん、パパはこれを見つけたの。まだキャンプやる前だったんですよ、うん、でなんとなくユータがキャンプに興味持ち始めてて、うん、でユニフレームってもう昔、要は復活する前のユカリンたちが子供の頃に、キャンプやってたんですけど、その時からパパはユニフレーム好きだったんだけど、うん、ユニフレームって結構高いっていうイメージがあった。しっかりしたものを作るけれども、うん、それなりのお値段っていう、うん、記憶があったんですけど、チビパン、まあ物は小さいけれども、あ、こんな値段で今ユニフレームのフライパンとか買えるのっていうのが結構衝撃で、うん、でその時に、ね、思わず買っちゃったんだよ、うん、あ、そうなんだ、うん、だからすっごく鮮明に覚えてるんだけれども、うん、要はママさんそれの専用が欲しくなっちゃったと。そう、専用欲しかったんだよね、うん、で蓋があるじゃない、専用の蓋が、うんうんうん、これがすごく便利だと思うね。あ、やっぱりね、何かというとフライパン系とかそういうのにね、やっぱ蓋にこだわるね、うん、ママは。そう、蓋にこだわる。蓋が、蓋がってよく言ってる、蓋がやっぱりだから重要なんです。なるほど、じゃあちょっと開けてみようか。はい、はい、その時言うとは何買ったかっていうと、うん、まあ、パパも覚えてるよ、メタルマッチ買った。メタルマッチ、そう、そこで覚えてる、メタルマッチ買って、そうそうそう、それ結構いいお値段だったんだけど大して火が飛ばないみたいな。そうだそうだね、本当あるやつや、うん、ピカ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 ね、出張シーズニングだねこれ多分ね、うん、シーズニング、うわー、かわいいな、やっぱりな、ミニパンな、ミニパンじゃチビパンな、この質実貢献さ、これがすごい、こういうフレームやっぱいいな。てか質よくない？質がいいんだよ、しっかりしてるんだよ。ね、だよね、俺もね、迷ってたこれ。あ、そう、うん。欲しかった。チビパン欲しくて、うん、買おうかなと思ってた時に、うん、ちょうど、うん、あれと二つで迷ってた。うん、ああ、なるほどね。ソロに本当にいいよね。いいよね。目玉焼き作ったっていいし、ハムエッグでもいいしさ、なんかちょっと炒めてもいいしさ、うん、これソロにはほんとちょうどいい大きさ。うん、いいね。なんかスキレットの大きさ、うん、でこれぐらいのやつあるけど、うん、スキレットよりも軽いし、そう、軽いし使い勝手意外にいいんだよ、うん、スキレットはスキレットで味があっていいんだけど、うん、これはこれでいい。でこれの中華鍋が出てるんだよ、そう、これが欲しいよ、新商品でね、新商品でね、中華鍋が出てる、あれかわいいよね、ちょっとチャーハン作りてえなで、ちなみにこちらのお値段が、うん、チビパン本体が1500円、うん、蓋が990円でした、うん、合計で2490円です、うん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 、でママさんこれで何か作りたいって言ったら何作るの？そう、これでねソロキャンプしてパンを作ろうかなと思って、うん、パン？そう、一人分のパンってさちょうど良さそうな大きさじゃない、うん、ああ、そう、パンか、そう、パンを
焼こうかなと思って。パパもパン焼きたいんだよ、ね、俺もパン作りてんだよ俺パン焼こう。あ、これあ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、できるかな、これ。できると思うよ、うん、はい、ということで今回はですね、家族4人で1万円企画、何を買うのっていう風な感じの購入品ご紹介させていただきました。皆さんね、気になる商品ありましたでしょうか。下の概要欄にねリンク貼っておきますので、気になる方ぜひチェックしてみてください。それでは本日も動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。インスタグラムもやってるよ、グッドボタンもよろしく。